ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。私だって、いつかはおまんじゅうから最強の人間になってやるんだから。おまんじゅうが何か言ってる。おとなしくおまんじゅうである自分を受け入れればいいのに。はい。すみません。じゃあ、そんな霊夢を元気づけるために面白い話をしてやるか。え、そんなことしてくれるの？ってことで、今回は、元人間だった世界神話の神級戦、全員ガチでヤバすぎる、について紹介していくぜ。私の願いと似ても似つかないような。なんか、私の話を聞いた後に話してくれる内容としては納得できる。それじゃあ、ゆっくりしていってね。一人目はロムルスだぜ。ロムルス、なんか、かっこいい名前。ロムルスはローマの建国神話に登場する人物なんだぜ。ローマの建設者として神話に出てきており、同時に伝説上の王政ローマの初代王なんだぜ。レムスの双子の兄とされているな。おお、ローマの建国神話なんていう神話があるのね。しかも、初代王。どうやら、ローマを建国するにあたって、かなり苦労したそうなんだぜ。苦労？もともと、ロムルスはラテン人の貴族の子として、アルバロンザという地に生まれたんだ。母親はレアシルイアという女性。父親は諸説あるが、軍神マールスという説が一般的だな。ここまで聞けば普通なんだけど、ここで、親の元で育っていけばいいんだがな。ロムルスの王子であるアムーリウスが怒ってしまい、ロムルスとレムスを亡き者にせよと命じるんだぜ。え、なんで？もともと、これらはすべてを受けないで起こったこと。しかも、シルイアというのはヌミトルという王の娘。アムーリウスはヌミトルの弟。姪であるシルイアが子供を産んだとなると、もしかしたら、その子供たちが王位を継ぐことになってしまうのではないかと考えたんだぜ。ああ、そういうこと。継がれる可能性があるから、その前に亡き者にしてしまえと。そういうことだな。え、でも結局ローマの王になってるよね？手は下されなかったの？命じられた兵士がかわいそうだなって思って、密かに川に流して逃がしたんだぜ。素晴らしい勇気。その後、ロムルスは羊飼いとして成長していったんだ。だが、レムスがアムーリウスと争いを起こしてしまってだな。兵士たちにレムスが捕まってしまうんだぜ。ちょっと。しかし、そこでロムルスとレムスは自分たちがアムーリウスの甥であることを知るんだ。ここで、なんて言っても関係ないよな。ロムルスはアムーリウスと敵対している羊飼いたちを率いて、アムーリウスの元へ攻め入るんだぜ。ほうほう。その結果、アムーリウスは撃たれたんだ。そして、この出来事をきっかけにロムルスたちは自分たちの王国を築くことを決意。結果的に、ローマが建国されたんだぜ。おお、二人で、仲いいじゃん。って思ったら大間違いだ。え？ロムルスとレムスは建国最中に大喧嘩してしまい、レムスはロムルスに敗北してしまったんだぜ。え？レムスは亡き者にされたってこと？ロムルスの手で？ああ。うわぁ、なるほど、そういうことか。その後、ロムルスはローマを建国し王になったんだぜ。紀元前753年の話だ。戦争や様々な変化があったものの、ローマはなくなることなく繁栄し続けたんだぜ。本当にすごいわよね。てか、まさかローマがそんな感じで建国されていたなんて。しかし、後にロムルスは急にいなくなってしまうんだ。豪雨の中に姿を隠したんだと。同じ感じかわからないけど、桜にさらわれる儚いキャラみたい。知らんけど、似たような匂いがするのはわかる。で、ロムルスはどうなったの？消えて終わり？誰かに亡き者にされたのか、神として天に戻ったのか、残された者たちは、様々な説を唱えたんだぜ。ほうほう。なんだが、ここでは神として天に戻った説について深掘りしていくぞ。おお、深掘りできる内容があるのね。ロムルスはクイリーヌスという神と同一視されているんだぜ。クイリーヌスは神として、どんな感じで言い伝えられてるの？クイリーヌスはローマ神話の神とされており、妻は女神ホーラ。ロムルスが神格化された時の姿と言われ続けた結果、その説が一般的になったんだぜ。神格化された姿、あ、納得しました。伝承によれば、ロムルスが姿を消した後、ユリウス・プロクルスという人物の前に現れて、自らがクイリーヌスという神になったことを告げているそうだ。そして、ユリウスがロムルスがクイリーヌスになったと最初に証言した人物だとされているんだぜ。へえ、面白い。面白いって言っていいのかわからないけど面白い。ローマを建国した後に姿を消し、神となったロムルス。謎が多いけど、すごい人物だったってことはわかるぜ。レムスがアムーリウスと争わなかったら、ローマは生まれなかった説ない？もともと、羊飼いだったんだもんね。レムスとアムーリウスの争いが、物語を動かした感あってすごい。神話って面白い。二人目はユリウス・カエサルだぜ。またユリウスだ。でも、さっきのユリウスとは関係ないよね。
直接的な関係はないが、ユリウス氏族はロムルスといろいろ関係があるそうだぜ。あ、やっぱり何かしら関係はあるんだ。区別をつけるために、ここではカエサルと紹介させてもらうぜ。はい。カエサルは紀元前にローマで政務官や文筆家をしていたんだぜ。祭は投げられたとか、ブルータス、お前もかとか、今でも、なんとなく聞いたことがあるような言葉を残したとされているな。あ、聞いたことある。ローマで最大の野心家と言われており、様々な争いを経て終身独裁官となったんだぜ。独裁官だって、野心家って感じ。そんなカエサルなんだが、元老院議員として最初に表舞台に出た時、周りからは借金王だの女たらしだの、散々な言葉をかけられていたんだ。そうなの。というのも、カエサルの借金額はとんでもない額。女遊びもしまくり、妻の他に多くの愛人を作っていたんだぜ。そりゃあ言われますわ。ちなみに、借金額は天文学的だったらしい。ああ、もう降参です。何？天文学的な借金額って、女性関係も具体的な人数はわからないものの、同じく元老院議員をしていた男性のうち3分の1の妻は、カエサルと体を重ねたことがあると噂されているぜ。人数はわからないけど、まあそれなりに多いのよね。まあ、こうして土星人ってわけではなかったんだが、カエサルの指導としての素質はピカイチだったんだ。どんな軍隊を指揮しても勝利できただろうし、どんな国家に生まれても統治できたのではないかと評価されているほどなんだぜ。それはすごい。土星人で指導者の素質もあってっていうのもいいけど、カエサルみたいな感じの方が人間味があっていいかもしれない。だが、カエサルは誰かに泣き者とされてしまうんだ。終身独裁官になった翌年の話だぜ。そうなんだ。ちなみにだが、ブルータス、お前もか、という言葉は、泣き者とされる直前の言葉らしい。そういう話を聞くと、少しだけ感じ方が違ってくるかなって思うぜ。確かに。え、でも、ただただ泣き者にされただけじゃないんだよね。ああ。カエサルは亡くなった後、ローマ元老院によって、神カエサルとして神格化したんだ。そのため、カエサルの神殿なんかも建てられているんだぜ。すごー、神殿。リウスカエサル神殿という神殿でな。今でもローマにあるフォロロマーノという地に残っているそうだぜ。フォロロマーノは観光地になっているから、機会があればぜひ見てきてくれー。観光地なんだ、それは興味がある。三人目はイムホテプだぜ。ホテプって神話っぽい。確かに。イムホテプはどんな人なの？イムホテプは古代エジプトの高級神官、トートという神に仕えていたんだ。それと同時に、第三王朝のファラオであるジェセル・カラフニの時代まで、宰相としても活躍していたんだぜ。神官、宰相。神官は神に仕えるもの、宰相は君主の命を受けて宮廷で国政を補佐するものだぜ。とにかくすごい人なのね。わかりやすくまとめてくれた、偉い。やったぜ。実は、イムホテプは誰でも知っているような建築物を、一番最初に設計したと言われているんだぜ。え、なに、スーパー。なんでだよ。ごめんて、なんと。ピラミッドを最初に設計したんだぜ。ピラミッドを？ジェセル王のピラミッドを設計したんだ。このことから、イムホテプは建築家としても知られるようになったんだぜ。ほうほう。他にも内科としても優れており、亡くなった後には知恵、医術と魔法の神として神格化され、ギリシャの維新、アスクレイピオスと同一視されたんだぜ。おお、神格化。没後何世紀にもわたり、イムホテプは疾患を治す力が崇め続けられた結果、正式に神として認められたんだ。おお、同一視されてたところから神として認められたんだ。ちなみに、ジェセルのピラミッドの近くには、イムホテプ博物館っていう博物館があるぞ。画像で見る限り面白そうだから、興味があったら行ってみてくれ。はい。ここからは余談になるが、イムホテプと同一視されたアスクレイピオスを少しだけ紹介していくか。お、気になってた。どんな神様なの？アスクレイピオスは、ギリシャ神話に登場する名医、維新だぜ。優れた医術の腕で亡くなったものを蘇らせたと伝えられており、後に神として崇められるようになったんだ。え、蘇らせるの？すごいよな。いろいろあったんだが、アスクレイピオスは様々な人をその手で蘇らせたんだが、それを冥界の王ハーデイスや、死神ゼウスがよく思わず、泣き者とされてしまうんだぜ。うわぁ。まあ、自然の摂理に逆らってるのはアスクレイピオスだし。しかし、アスクレイピオスは様々な医術に関する功績を認められ、没後に天に挙げられて蛇使い座となり、神として認められたんだぜ。そんなことがあったのね。手をかけてしまうのはいかがかと思うけど、蘇らせることに関しては受け取り方は人によるし、難しいところ。ちなみに、アスクレイピオスが持っている蛇が巻きついている杖は、今でも胃の象徴として使われ続けているぜ。
アスクレイピオスの影響ってすごいのね。4人目はカンウだぜ。急に漢字になった、中国の人かな？おお、察しがいいな。カンウは中国五漢末期の武将なんだぜ。今は商売の神様として崇められているな。中国の武将だったんだ。てか、武将で商売の神様？どういうこと？商売の神様になった経緯は後で話していくぞ。納得できる理由があるからな。それは期待。まあ、カンウはかなり強い武将だったそうでな。顔料や文集などの猛将をたくさん打ち取ったんだと。強い。なんだが、老いたちっていうのが謎なんだぜ。え、そうなの？若い頃に罪を犯して逃亡。その後、劉備や張飛などと知り合って、行動を共にするようになったんだ。関羽は張飛と共に劉備に仕え、いつでもどこでもずっと一緒にいたんだとか。三人の絆の強さが伺えるよな。すごい。だが、とある戦いで負けたことにより、関羽は劉備と離れ離れになってしまう。争った相手の曹操の元へ行くことになったんだ。ほうほう。曹操はなんとか関羽を自分の配下にしようとしたが、関羽は劉備を絶対に裏切ることはしなかった。何回も劉備のことを思い、曹操の誘いを断り続けたんだぜ。すごい。その後、関羽はなんとか曹操と話をつけ、劉備の元へ。その時の土産が顔料の首だったらしい。首を土産なんて武将らしすぎる。そして、そのまま劉備の元で自分の力を発揮したが、義と後に攻撃されて亡くなってしまうんだぜ。うわぁ。でも、武将らしい最後ね。それから、関羽の生き様は中国大陸に語り継がれていき、神格化が続いたんだぜ。その中でも特に関羽のふるさとである山西省出身の商人たちからは、関羽を敬愛して守り神としたそうなんだ。商人たちから敬愛されたから、商売の神様って言われているの？本当にざっくり言うとそういうことだぜ。面白い。武将なのに商売の神様になったの？って思うかもしれないが、関羽の忠誠心や心の強さというのが、商人たちに刺さったっていうのもあるだろう。商売には何より信用が大切になってくるからな。心の強さねえ。確かに、怪しい人から物は買いたいと思わないし、関羽の精神性は商人じゃなくても見習いたい。霊夢も精神性を見習ったらどうだ？泣きそう。5人目は皇帝だぜ。また、中国かな？その通りだぜ。皇帝は古代中国の君主とされているんだ。中国を統治した三皇五帝の最初の一人なんだと。最初の一人、すごいじゃん。しかも、皇帝は皇帝であり発明家であり神であり、様々な肩書きを持っていたんだぜ。モリモリじゃん。すごいじゃん。医者としても現代に残しているものがあるな。医者としても？とにかく、本当にすごい人だったんだと。とある話では家臣に数字や漢字を作らせたり、妻は鏡の発明に一役買ってみたり、皇帝の周りの人もなかなかすごかったんだ。数字に漢字に鏡？皇帝自身は暦や羅針盤、音楽、薬の開発や発展にも深く関わっているんだと。え、その中で医療にはどうやって関わっていたの？皇帝大慶祖門や、皇帝大慶霊数といった医学書は皇帝が手掛けたものだとされており、東洋医学の始まりの本だともされているんだ。うわ、すご。これは神様です。今も売っている栄養ドリンク、ユンケル皇帝液の商品名も、皇帝から取られているんだと。ユンケル皇帝液ってユンケル？え、そうなの？知らなかった。そうだろう。東洋医学とかは馴染みがない場合が多いからピンとこないだろうが、ユンケルくらい近くなると、皇帝ってすごい存在だったんだなってわかるよな。わかるわ。そんな皇帝なんだが。まあ、人間として描かれている絵が多いのは多いけど。え、けど、本来は雷神であり蛇や竜のような形であったという説も残されているんだぜ。マジ？どうやら、皇帝の他の名である犬猿が、勇者系の星座を指す場合があり、それから皇帝は実は勇者系。つまり竜や蛇のような形だったんじゃないか？という考察が、上がっているっていうことらしいんだが。どうなんだろうな？何それって言いたいところなんだけど、皇帝ならありえなくもないっていうのがすごい。マジで勇者系っていう可能性もあるじゃん。いろいろ皇帝について紹介はしたものの、正直言ってよくわからない人物だよな。確かに、そういう謎めいている人物がいるっていうのも、神話の面白いところだが。それはマジでそう。6人目はルイソだぜ。え、めっちゃ難しそうな感じ。テストの時に名前書くの大変そう。そこかよ。てか、テストより絵の具とか色鉛筆一本一本に名前書く方が大変そう。絶対そっちの方が大変だわ。ルイソは中国の神話に出てくる女性なんだぜ。先ほど紹介した皇帝の妻で、蚕を使って糸を作るといった養蚕を発明したと伝えられているんだ。皇帝の妻？
すご、量産って今でもあるよね。そんなのを発明したなんて。そのため、ルイソは蚕の神、蚕神として祀られるようになったんだ。すごい。でも、どうやって量産を作り出したわけ？何かその辺の言い伝えはあるの？きっかけは皇帝がルイソに服などの医療品を作るための原料を持ってこいと命じたことなんだぜ。おお、そうだったんだ。ルイソは命を受けて婦女と一緒に原料を探し続けるんだが、どうしても原料として納得できるものが見つからなかったんだぜ。もう食事が喉を通らないほどにな。いきなりは難しいよね。しかし、それでもルイソたちは諦めず探し続けたんだ。そんなある日、女官数人がルイソのために森の中に果物を取りに行ったんだ。優しい。女官たちは無事に果物の木を見つけて収穫しようとするんだが、その木に実っていた果物の周りに細い糸が巻きついているのに気づいたんだ。おお、どうにかして収穫できないかと悩んでいたところ、ルイソがやってきて女官たちは事情を説明。そこで、ルイソは糸を原料にできないかと考え、後の養蚕が始まったとされたんだぜ。なるほど。え、すごいじゃん。ルイソもすごいけど、女官たちもすごい。ルイソは自分だけの手柄にせず、しっかりと女官たちにも感謝を伝えたそうだぜ。さすが。さすが。皇帝で埋もれがちかもしれないが、ルイソもすごい人だったっていうことは広まってほしいぞ。同意。7人目はネサワルコヨトルだぜ。え、どこの人？かなり、特徴的な名前だなって思っちゃった。ネサワルコヨトルはメキシコの人物なんだ。テスココ王、イストリル・ショチトルの息子で、王位継承者。支配的勢力を排除し、アステカ帝国を築いたとされているな。アステカ帝国って聞いたことある？有名だよな。うん、まさか、この人が作ったなんて。アステカ帝国はもともと、アスカポツァルコという都市の支配下にあった土地を分割したうちの一つなんだぜ。もしかして、支配的勢力っていうのがアスカポツァルコ？そういうことだ。ネサワルコヨトルは様々な都市を征服した後、テスココに戻り都市の発展に尽力したんだぜ。うんうん。水道を引いたり、宮殿や神殿を作ったり、畑を作ったり、本や文芸の発展に尽力したという話もあるぜ。すご。だが、そんなネサワルコヨトルも人間、亡くなってしまうんだぜ。ああ、なんだが、テスココ地方で神として崇拝されるようになるんだ。テスコピンゴの丘では岩に神として名前も刻まれたらしい。へえ。ちなみに、1994年から発行されている100ペソ紙幣には、ネサワルコヨトルの肖像が使用されているんだぜ。また、メキシコの先住民言語で書かれた文学に与えられる賞に、ネサワルコヨトル賞というものが追加されたらしい。偉大な存在すぎる。魚の学名にもなってるらしい。魚。ここからは余談なんだが、ネサワルコヨトルが亡くなった後、息子であるネサワルピリがテスココを継いだんだ。うんうん。だが、栄えたものの、だんだん他の都市の勢力に押されるようになり、結果的にテノチテトランというアステカの人の支配下に組み込まれてしまったな。ネサワルコヨトルが作った都市に組み込まれちゃったんだ。なんとも言えないわね。まあ、これもしょうがなかったこと。なんだろうな。うん。8人目はスカジだぜ。どんな人なんだろう。スカジは北欧神話に登場する女巨人なんだぜ。巨人なんだ。巨人スヤチの娘で、アルバルディの孫。そして、神であるニョルズの妻なんだぜ。ほうほう。最初に言っておくが、スカジが神格化されるようになった理由は、神であるニョルズと結婚したからとされているんだぜ。もともとは普通の巨人の娘だったんだ。え、そんな神格化の仕方ある？あるんだよな。そもそも、なぜニョルズと結婚することとなったのか。実は、スカジは神々の国に侵入した父親であるスヤチを、神々に亡き者とされているんだぜ。侵入は悪いけど、しかも、侵入した理由はロキといういたずら好きの神を追ったからなんだ。ロキが悪いんじゃない？そんな理由だから、スカジはスヤチの仇を取るために国へ乗り込んだんだ。勇気がすごいわ。自分も亡き者にされちゃうかもしれないのに。そこで、アース神族という神族に和解を持ちかけられた後、アース神族との結婚を持ちかけられるんだぜ。話がぶっ飛びすぎかもしれない。しかも、結婚相手を選ぶ方法は布をかぶった男たちの足だけを見て決めるというもの。ギャンブルがすぎるわ。顔だけじゃないっていうのはわかるけど、それとこれとは話が違う。スカジは神々の中で一番イケメンなバルドルを選びたかったが、ニョルズを選んだと。これ、幸せになれる人いた？結果的にスカジとニョルズは結婚したものの、別れてしまうんだ。でしょうね。というのも、ニョルズは海の守り神。スカジは山の守り神の色が濃く、言ってしまえば合わなかったんだな。性格とか生活が、納得しかできないわ。ニョルズと別れたスカジはニョルズの元を離れ、
シアチが残した館、スリムヘイムで暮らすようになったんだと。その方がいいわよ。やっぱり、会わなかったらお互いにストレス溜まっちゃうし。しかも、他にも住める場所があるならなおさら。とある伝承では、一人でスリムヘイムで生活し始めたスカジは、血統や狩猟などの神であるウルと出会って一緒に住み始めたと言われているが、まあ、どうなんだろうな。とりあえず、スカジが幸せであればいいかな。幸せなら OK です。出た。幸せなら OK です。同意するけど。9人目はマウイだぜ。最後だ、マウイって聞いたことあるかも。マウイはポリネシア神話やハワイ神話に出てくる半神なんだぜ。とてもいたずら好きとしても有名なんだ。半神？半分神で半分人間ってこと？そういうことだぜ。半神だが、もともと人間だということで紹介していくぞ。そうなんだ。多分霊夢がマウイを聞いたことがあるって思ったのは、ハワイ諸島にマウイ島があるからだな。あ、多分それだ。関係ありそう。全く関係ないぞ。ないんかい。ハワイ諸島を見つけたハワイロアの息子の一人がマウイという名前だったらしい。そこから取ったんだと。あ、本当に関係なかった。では、話を戻して。マウイは数々の伝説を残しているんだぜ。その中でも一つ、規模がえげつない伝説を紹介していくぞ。規模がえげつない伝説？ハワイ諸島を釣り上げたっていう伝説だ。うわ、それは規模が違いますわ。マウイには兄弟がおり、よくその兄弟たちと釣り絵でかけていたんだ。だが、兄弟たちはマウイが釣りが不得意だからという理由で一緒に出かけたくなかったんだと。そんなマウイは、あの世へ行き、先祖の力を借りて、魔法の釣り針を手にしたんだ。そんなにナチュラルにあの世へ行けるのね？てか、魔法の釣り針って面白い。マウイはその釣り針を持ち、兄弟たちと釣りへ行くんだ。マウイの手には魔法の釣り針がある。釣りを始めてからしばらくすると、その釣り針に手応えがあったんだ。おう？マウイは兄弟たちを呼びつつ、獲物を引っ張り上げようとしたが、なかなか上がってこない。しかし、諦めないで引っ張り続けていると、獲物の正体が見え始めたんだぜ。まさか、それが、ああ、大きな陸地だったんだ。うおお、すげえ。だが、結局その陸地がそのまま上がってくることはなかった。え、乗っていたカヌーが大きく揺れた影響で、獲物が8つに砕けてしまったんだぜ。ええー、だが、ここで一つ情報を教えよう。ハワイ諸島の主要の島は8つなんだ。うわ、え、そうなの？これで分かったと思うが、この8つに砕けてしまった獲物が、今のハワイ諸島なんじゃないかと言われるようになったんだぜ。ってことは、マウイがそのまま釣り上げていたら、ハワイの形は変わっていたのかもしれないわね。そういうことだぜ。ちなみに、サソリ座って星座があるだろう？ある？サソリ座はハワイではマウイの釣り針と呼ばれているそうなんだ。針の部分が釣り針に見えるかららしい。へぇ、そういうの面白いな。他にも魔法の釣り針を使って太陽を捕まえたり、漁師をしてみたり、ココナッツアイランドという島を動かしたり、様々な伝説を残しているぞ。うわ、面白い。誰も不幸にならないじゃん。もしこれで興味を持ってくれたら、いろいろ調べてみてほしいぞ。面白い伝説をたくさん残しているからな。これは調べるしかない。って感じで、元人間だった世界神話の神9選、全員ガチでヤバすぎる、について終わりにするぜ。最後までご視聴ありがとうございました。